ではお待たせいたしました。定刻になりましたのでフォーラムを開始いたします。本日はご来場いただきましてありがとうございます。本フォーラムは、図書館総合展2022、大手門学院小学校の授業実践私たちの大阪をデジタルアーカイブ化すると題しまして、教材作成ツールシステムエドコムを活用して主体的で深い学びに取り組んでおられる同校の授業実践の模様を発表いたします。私は本フォーラムの主催を務めてあります株式会社図書館流通センターの上岡と申します。よろしくお願いいたします。まず私から本日の概要とご登壇いただきました方々のご紹介をさせていただきましてフォーラムをスタートいたします。まず概要ですが、大阪市の多くの小学校では社会科の授業で日本文教出版株式会社の私たちの大阪を使用しております。この度大手門学院小学校では弊社が販売しております教材作成ツールシステムエドコムを使って児童一人一人がこの副読本の内容に関連するネット上の資料にアクセスしてデジタルアーカイブとして情報資源を活用するという試みを行いました。つまり児童が、外部の情報資源とリンキングして自分のパソコンで信頼度の高い情報を閲覧しそこから得られたことを児童同士で共有し知識を深めるという試みでございます。本フォーラムでは大手門学院小学校の模擬授業の動画を紹介しその成果を明らかにすることによってこれからの電子資料と授業の在り方を関係者間で討議していただきます。それでは本日ご登壇いただきました方々のご紹介をいたします。まずはパネリストの皆様をご紹介します。大手門学院小学校校長井上圭一様。大手門学院小学校教諭神田隆久様。神田でございます。どうぞよろしくお願いします。大手門学院小学校教諭中山博人様。中山です。どうぞよろしくお願いいたします。日本文教出版株式会社大阪本社編集部長上田洋介様。TRC アデアック株式会社代表取締役社長稲垣実様。稲垣です。よろしくお願いいたします。また本フォーラムのコーディネーターをお願いしております大手門学院大学国際教養学部教授兼図書館長湯浅俊彦様。湯浅です。よろしくお願いいたします。それではフォーラムをスタートいたします。まずはエドコム概要を稲垣様にご説明いただきます。稲垣様よろしくお願いいたします。はい、今上岡さんの方からエドコムという話が何回か出てきたんですが、エドコムと言われてもなかなかわからない方もいらっしゃると思いますので私ども TRC アデック株式会社の方で開発をさせていただきましたので、開発者の視点でこの商品のコンセプトであるとか機能、こういったものについて最初にご紹介させていただきたいというふうに考えております。まずこのエドコムというのは社会科副読本のデジタル化そしてリンケージを可能とする教材の作成ツールシステムでございます。まず社会科副読本をデジタル化することにより例えば先生の端末、電子黒板、こういったものをご利用であるとか、それから子どもたちのタブレット、一人一人に配られたタブレットで、この社会科副読本を見ていくと可能いたします。ただ、一般的にどうですかね、授業をする際に先生というのは、この教科書に対して、さらに補助資料を設けているケースが多いと認識をしております。従来は写真を印刷してきたり、統計データを模造紙に貼り付けたりということで、大変な作業をされていたというふうに認識をしております。これをデジタルで解決ができればということで、商品を開発しました。具体的には、関連の情報として、こうい
った、歴史文化写真、それから自治体のホームページ、こういった既に公開されている情報をリンケージすることにより、教科書の内容を補足し、魅力ある内容ある授業を構築をしていくということをお手伝いしていきたいと思っております。また、もう一つの観点は、関連システム、例えば YouTube、動画ですね、それから Google のマップ、ホワイトボード、ジャンボード、こういったさまざまなネットにあふれているツールを使うことにより、子どもたちにとって魅力的な授業をお手伝いしていく。従来、紙、静止画情報しか現れなかったのが、音声や動画、こういったことを組み合わせることにより、子どもたちにとって魅力的な授業を展開をしていこうというふうに考えています。で、この問題の本質はですね、社会科学読本というのは、身近な地域について学んでいただくことだと思っております。この身近な地域を学ぶことにより、最終的には自分の町を知り、そして愛着を持ち、シビックプライドを醸成していく、それが地域の活性化、地域を豊かにしていく、こんなことに貢献をしていきたいということで、このシステムを開発しています。少し、分かりづらいところもございますので、順を追ってご説明をさせていただきます。教育も少し変わってきました。私たちの頃は暗記を中心とした教育だったなんていうふうに記憶しておりますが、最近は主体的、探究的な学びということで、さまざまな情報を調べていくということが求められています。そんな中でインターネットは情報の山で、いろんな情報がインターネットの中にあふれております。これをこのまま授業で活用しようと思うと、子どもたちが取捨選択するのは難しい。もしくは時間の問題もございます。そこで、今回このエドコムというシステムでは、関連情報をあらかじめ社会科学の各ページなどに埋め込むことにより、授業の内容を深掘りしていく、そして主体的で探究的な学びを支援していく、そういった内容に教材を作成していくという観点をお手伝いできるツールになります。この社会科学本の中に必要な情報が詰め込まれておりますので、大きく外れない範囲でですね、さまざま深いインターネット情報と連携をしていくことにより、主体的な学びを支援をしていくということが可能になっていくのではないかと考えています。また、もう一方では、関連システムとのリンクということで、例えば、工場の内部の様子なんていうところを、授業、教科書ですと写真しか現れないようなところを、実際の動画を組み合わせてみたりとか、音声と組み合わせていただくとか、それから図書館様の方で既に構築されているようなデジタルアーカイブ、こういったものを使うことにより、地域の情報をよりいろいろな観点で子どもたちに見ていただくことができるといった点も重要ではないかと思います。結果、直接訪問しなくても学習できる、もしくは訪問前に子どもたち自身で考えることができる、アクティブラーニングにつなげられるのではないかというふうに考えます。また一方、先生方、今日お越しいただいている先生方も大変優秀な先生方でございますが、お悩みとしては、非常に、職場環境、今はどうして残業は多いですかね、少ないですね、このあたり、このあと深掘りして聞いてみたいと思いますが、やはり、先生方の負荷を減らしていく必要があるのではないかというふうに考えております。特に紙、アナログの時代には印刷して持ってきて、さらに収集してなんてことで、非常に手間がかかっていました。これをデジタル化することにより、まずその作業の手順を減らすことができるのではないかと考えています。また、デジタル化のもう一ついいところは、情報の共有が可能になっていきます。私が収集した情報を他の先生に真似し、そしてコピーをするということが簡単に行うことができます。情報共有ですね。こういった観点で、先生方のナレッジの共有をし、そして結果として先生方の働き方改革、こういったものに寄与できるツールになるということで開発をさせていただきました。若干概念的なところが続きまして分かりづらいところもございますので、ここから先は動画を見ながら機能についてご説明をさせていただきます。今回中山先生にご協力いただきまして、こういった教材の作成ツールというのがございます。教員ごとに ID、パスワードでログインすることにより、実際のその教科書に付随、付録したい、もしくは追加したい情報を電子教材の中に埋め込むことが、教科書の中に埋め込むことができるようになっています。これは内部の管理画面でございまして、先生がご自身で
各ページに埋め込みたいリンク情報をあらかじめ登録することができます。でこのような形で、今登録した状況を見ながら、追加資料を追加していくことができるようになっています。で具体的にはこの後編集ボタンというところで今71ページでの、消防署に関連する情報を追加をしていきたいという、ところでございます。この時に画像や PDF あらかじめもしございましたら、こういった画面から画像や PDF の登録をしていただくことにより情報をリンクすることができます。またウェブのリンクということであればホームページ、こちらの方から URL を管理に埋め込むだけでリンク作業を終わらすことができると。もちろん音声やそういったファイルの取り込みも可能にさせていただきます。こういったことを事前にしていただくことにより、またこういったこれ管理で修正並び替えみたいなことをしていただくと、実際に事業の場面では社会科学特本を各端末からこのように教科書を従来の紙と同じように見ていただきながら、下に参考情報を呼び出す画面を用意しております。こちらからダイレクトにそのページの中に必要な情報を、幅広い情報を見ることができるようになります。これ中井先生も選んでいただきましたが、消防士の仕事というふうに少し広げてみていただくようなページに移ったりとか、それから、なかなか楽しいなと思ったのは、この楽しくないですね、1位の理由です。タバコ、放火、電気の配線事故みたいなことが、どうも火災の大きな原因であったということが分かればと思います。じゃあその火災ってどういうふうに本当に起こっているのかというところを動画と組み合わせることにより子どもたちにより分かりやすく伝えていくことが可能になっていきます。例えばこの大阪市の消防局の方ではモバイルバッテリーの事故の様子をすでに動画で公開しています。ここと連携するだけで実際の火災の様子ということが分かるような仕組みになっています。これが教科書だけですとなかなか伝えづらいところもありますが、動画を組み合わせることによりより効率的な授業ができるのかなというふうに考えております。また子どもたちの興味を引くという意味ではいろんな消防車がありますようなことでこんなだけサイトとリンクをしていくと40メートルの消防車から小型のタンク車いろんな形の消防車があって自分のところはどの消防車が配置されているのかなというふうに見ていただいたりということで、さまざま関連情報を広げて探究的な学びを見ていただく、そして学んでいただくということが実現できるというツールになります。このツールを本日中井先生に実践をいただき、実際の効果であるとか、それから課題みたいなものを共有しながら、新しい学びについてぜひ皆さんとディスカッションさせていただきたいというふうに考えています。私からです。ここからはですね、進行させていただきます。大手の学院大学の岩さんです。まずちょっと自己紹介代わりに、取り組んできた電子出版活用型のプロジェクトをいくつかお話したいと思います。2016年の4月にちょうど障害者差別解消法が施行される4月に向けて、ここにいらっしゃる図書館技術センターの方々とも一緒にですね、兵庫県の三田市図書館、ここは指定管理者が、図書館技術センターで、ここで実証実験を行いながらですね、三田市の視覚障害者の方々にお集まりいただいて、モニターになっていただき、そして大日本印刷、ボイジマ、日本ユニシス、図書館流通センター、それから以前私が所属していた大学ということで、協定書を結んで、この音声読み上げ機能付き電子図書館貸し出しサービスというのを開発しました。現在でも視覚障害者向け利用支援サイトとして、800を超えるですね、今日本全国の公共図書館で利用されています。最初はこの1回からでした。で次にですね、多言語対応の電子図書の貸し出しサービス、これが浜松市立図書館でフィリピンの在日フィリピン人の親子にからお集まりいただいて、スマホタブレットを使用して電子図書館で英語、タガログ語、日本語の電子図書を利用してもらうというプロジェクトを行います。それから2019年4月に私は大手文学院大学に着任いたしました。大手文学院の小学校から中高、大学まで電子図書館サービス、同じものを導入するということになりました。そしてこれを使ったさまざまな取り組みを行っている。その一つが2020年の1月に大手文学院の幼稚園、
ちょっと延期になったんですけども、実際に4歳児が デジタル絵本を作るという、ご用紙をやりました。それからこの今回ですね、2022年10月18日に大阪市社会の社会科学部ところが私たちの大阪を活用した模擬授業を大友学院小学校でやっていただきました。そして11月、今日のフォーラムに立っているということになります。ちょっとこれからの歩みということです。小学校はですね、今ここに見えておりますように、まさにこれは小学校から見た大阪城なんですけど、もう目の前にあるという形で、そして今回の模擬授業の風景がちょっとこう変形で撮っておりますけれども、このメディアラボ、アクティブスペースのところで行いました。この右側にはですね、ライブラリースペースがこういう形で展開しています。そして大友学院では、一人一台のデバイスを持つということが、2019年4月から小学校、中学校、高等学校、そして大学で実現しました。いわゆる情報環境整備として BYOD が実現したわけです。そして2番目にこの国内初となる小学校から大学まで同じ電子図書館サービスを導入した。2020年6月から子ども園にも導入されましたので、かなり、何でも持っているという状態になったんですね。そして、もう一つは出版コンテンツを購入契約するだけの電子図書館ではなくて、独自資料をですね、小学校にしても中高にしても大学にしても、作る、つまり電子書籍を制作して、これを登録公開するということも行っております。これは知の循環構造を整備しているというふうになります。で小学3年生、こちらマイクロソフトのサーフェス4を購入し、中学は iPad、高校は SWT、大学は iPad、こういったものを購入しています。そして、今日のですね、メインのテーマであります、私たちの大阪3年、これをどういうふうに活用したかを、それからですね、まず模擬授業の様子を見ていただきます。それでは模擬授業の動画をよろしくお願いいたします。火事の件数がどれだけあって、どれが原因でどこで起きているのか、教科書では2018年までのデータでした。インターネットを使うことで令和2年3年データを持ってくることができたというところから始めました。で、昨日の授業ではどうやら消防隊員救助する人、火を消す人、救急車で救いを急ぐ人たちを運ぶ中がいるということです。を押さえてきました。じゃあ今日の授業は何をするかというと、現場で働く方々に話を聞ける。昨日の授業でも言いましたが、疑問点というのがあるはず。え、これってどうなの？これってこう書いてるけど実際はどうなの？教科書にはこうだって書いてるけど、本当に働いてる人に質問するならこんなこと聞きたいの？あると思います。それを今日やっていきたい。消防署の方々に質問したいことをまとめよう。聞きたいことをまずワークシートに書きます。ただし今頭に入っている情報だけではちょっとミス。消防署に今、じゃあ今日行くよってなってもそこで質問を考えてたら、なんか簡単な質問やってしまう。使った知識から勉強したことからさらに突っ込んだ質問を考えてもらいたい。で、自分たちに質問を出した後グループでまとめてください。グループで決まったら、例えば1人10個ずつ仮に言ったら50個とか書けないですよね。じゃあグループとして質問するということを決めてください。それぞれ例えば5個班として聞きたい質問は5個だよってなったら、その5個をそれぞれがパソコンでまとめてください。ワードパワーポイント手書き、
GM、デザイン、時間です。で、パンの中の代表者のパソコンで発表までやってもらいます。10時35分まで。やること分かりました。じゃあワークショップ。今日は君たちの私たちの大阪の資料、参考資料にも P71 書いてます。P71 の参考資料に今まで使ったインターネットリンクすべて入れてます。で、さらに新しく入れたものがその行こうとしている中央消防署をインターネットで見学できるっていうやつ入れています。それも使ってください。では作業。10時26行きますよ。ここからは君たちにすごく人間を任せます。じゃあ頑張ってください。ありがとう。あとはレイアウトをちょっと場所に行ったりして、はい、3分前やばい、言って、誰か高島さん、七十九人称はどのように、全部聞いてます。はい、止めます。今回、作業時間25分にしましたが、これは40分かけてできればいい内容です。いや、むしろ2時間かけてもいい内容を25分という超短時間でやってます。できてないチームあるでしょ、多分発表したんです。問題ない。体と紙があれば発表できる。口があれば。それは発表の方法は考えること。ただし待ってほしい場合は飛ばしてあげます。いいかな。では B チームから前へ来てください。消防士さんに質問したいこと。1、何を食べていますか。2、コースは何人で持つんですか。3、1週間に何回家に帰るんですか。4、お風呂は何人で入るんですか。ありがとうございます。
すごいと思います。で、それぞれまだそれぞれの作業としてパワーポイントができてないとワードができてないといるんですが、これは次の時間にまたやれば問題ありません。で、今日は意見をまとめるというところまでできたら3年生としては合格、はい、それ以上のことができているので練習っていうか一緒に頑張ってきた成果が出たと思います。はい、今見ていただいたのは模擬授業10月18日のですね、様子でした。引き続きそれではその授業について、実際に担当された中山仁人先生にお話を伺いたいと思います。例えば先生、こちらの方がいらっしゃるかお願いします。では失礼いたします。大手門学院小学校の今の授業前でやっておりました、3年生担任の中山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきます。今授業を見ていただいたと思うんですが、モザイクがかかっているんですが、3年生というのは、あんな小さい子たちで、また体重も本当にめちゃくちゃ軽い方が、速い方では、140センチぐらい、この言えば140センチぐらいの方がで、成長途中の可愛い子たちなんですけども、その子たちに今回この私たちの大阪をデジタルアーカイブ化するという授業に取り組んでもらうことになりまして、初めこの話が来た時にですね、できるのかって思いました。本当にというのが、この後実際にあったところについて話していくんですが、なかなか、難しいこともあったので、ちょっとお聞きいただけたらと思います。で、今回の実践の目的といたしましては、今回のこの私たちの大阪、これは地域によって教科書が違うんですが、私たちの大阪市に関してはこの大阪市についてはこの勉強させていただいている。で、この教科書本来は紙ベースのものなんですが、電子化して、本校では3年生から個人で端末を持っておりますので、そこに落とし込んで、外部サイトとリンクをさせて学びを拡張する。で、さまざまな情報資源を使いこなす児童の ICT スキルを培う。で、私たちが開発で横の、クラスであったり、今後私が3年生を毎年するわけではないので、次年度の先生と共有することで働き方改革につながっている。そして教科書会社の方々と私たちが連携をできていけばいいのではないかということで、この授業始まっていきました。で、今見ていただいた動画の授業なんですけど、なかなかお子様がいらっしゃらなかったりすると昔の記憶になるかなと思うんですが、今回の授業は、消防署に見学に行った時にする質問を考えるというテーマで取り組みました。で、授業の中で私も言ってたんですが、そこで思いついた質問っていうのはやはり浅いものになったり、思いつきで、いいものが出る場合もあるんですけど、やはり浅いというところがありますので、せっかく勉強してきているのが深掘りしようじゃないかということで、みんなと決めようということにしました。で、あの授業は40分でやるものではないです。あれはおそらく私たち教員というのは研究授業というと指導案というのを作るんですが、もちろん私も今回の授業を作らせていただきましたけれども、それを他の学校の先生に見せて40分でやれたら、これかなり難しい、多分無理です。無理です。で、やったことというのが、聞きたいことをまず個人で情報リンクにアクセスして洗い出すこと、そしてグループ内5人もしくは6人で共有すること、そしてその話し合いをしながらグループの質問を決める。おそらくここまでできたら十分なんです、内容としては。で、さらにそこからは、じゃあグループの課題や質問はこれだよね、じゃあ1個だよね、2個だよね、3個だよねって言ったら OK ってなったら、それを各自が端末でまとめます。パワーポイント、ワード、自由にしてます。で、それをまとめてさらに見せ合って誰のんでいいで、選ばれた子がさっきの前に立ってプレゼンをするという流れを40分でいきました。で、普通に考えればかなり詰め込みすぎと言われる授業だと思います。ただ子どもたちと、作戦立って、いろんな人来るから頑張ろうぜって言って、時間を区切って、
どん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 やるということで、子どもたちは本当に頑張ったなと思いました。で、当初40分で終わらないとちょっと想定してたので、おそらく4オーバーする、だから途中でチャイム鳴るけど気にせず突き進むからということで、実は5分ぐらい延長してます、この授業。はい。で、まあ、実際やってみてですね、子どもたちの画面というのが、まあ、こういうふうに、彼らのサーフェスボードという端末を使っているんですが、まあ、教科書の画面が彼らには出ていると。で、右下のですね、ちょっと見にくいですが、赤い参考資料というところがあります。子どもたちの画面上には。で、そこをクリックしますと、こんな感じで、今回の授業には、9個ぐらい、リンクを入れてました。で、各ページ2つしか入れてないところ、もしくは3つ、4つ。で、今回についてはまとめのところだったので、今まで入れたものをすべて入れて思い返しましょう。で、新たに入れたのが、ちょうど良かったのが、上から3つ目ぐらいのオンライン商工所見学というのがあるんですが、本校は大阪市中央区にありまして、中央商工所というところがオンライン商工所見学というのがありました。それを入れて、中の情報に入って、じゃあ、質問を考えさせればいいのじゃないかっていう意図で入れています。で、子どもたちは、まあ、まんまとですね、そのクイズじゃないかということで、そこをクリックして、中に入っていって、クイズなんかとかもやりながら、まあ、10分ぐらいの作業時間、そこでこれってどうなのっていうのをピックアップしていたということで、あの展開になりました。で、実際、まあ、本当にやってみてですね、あと5分くらい、そうですね、授業実践をしてみてということで、まあ、今お聞きになられている方々、こんなこと3年生できるのかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、本当にその課題は僕も打ち当たるところです。で、そもそもこの地域教材っていうのは小学校では3年生、4年生がするんですね。だから5年生、6年生でやらないんですよ。だから大阪市の勉強を3年生でやって、大阪を4年生、日本の地理を5年生で、政治、歴史と進んでいくんですね、流れ的には。だから5年生で同じことやるとちょっと訳が違う状況なんです、この状況で。授業実践をしていて思ったこととして、まあ、一番で児童の ICT スキルの向上が不可欠ということで、多分皆様にですね、僕がこのサイトにアクセスしてほしいから URL 送ります、じゃあログインしてくださいって言ったら、多分何の違和感もなく、多分スマホ内に入っていただけると思います。で、 URL 送るよ、先生 URL って何ですか、でもそういうところです。じゃあパワーポイントとかなんかすごいの作ってましたけれども、ローマ字を習うのは3年生です。で、パワーポイントを作ったら保存もしないといけないんですね。でも保存してねって言ったら、多分皆様だったらファイルから名前をつけて保存、任意の場所を指定して任意のファイル名をやって保存されると思いますが、その全てのステップを知らない状況なんですね、3年生とか。もちろん1年生、2年生の情報の授業でやってはいるんですが、まあ、そういったところで、やはりですね、ICT というのは非常に便利ではあるんですが、それっていうのは我々が使ってきている中で、多分こうだな、ああだろうなっていう枝葉ができているからだと思うんですが、やはりやってみて思いましたのは、使える、そもそもちょっと使えるようになるまでの道筋をまず構築するのが非常に苦労したということを思っておりました。で、今回の授業を自分で考えてて、本当に40分でやってかなり難しくて、まあ、ある程度想定をして、すぐにパワーポイントとか作れるようにしないといけない。だから事前の段階としては、まあ、中山先生のいいところっていう題名で、パワーポイントを作りましょう、テストに。で、レイアウト、表題の位置、すべて任せる。制限時間5分以内読むと、みたいなことを結構繰り返しました。そしたらそれぞれのレイアウトを、もう本当に人を見て、これいいやん、どうやんのみたいなこともやって、子どもたち同士で、行きましたので、まあ、これちょっと飛ぶんですけど、4番ですね、取り組み時間に比例して児童のスキルが向上するということで、大人が思っている以上に、やればやるほど、かなり向上します、子どものスキルについては。で、やっぱりこれしかダメだよっていうと、これしかできないようになってしまうんですが、もう本当に今回の授業もワードだろうがパワーポイントだろうが全て任せる、本当の大きさも自体も全てっていうことで、彼らの創造性ってかなり無限大なので、そこは潰さないように、
して今回出会っておりましたので、まあ、やればできるですが、まあ、どこまでそれに時間を取れるかっていうのは課題だなと思いました。で、2個目のメリットとして、まあ、閲覧させたい人にダイレクトにたどり着けることはメリット、これは間違いないかな。例えば今回の大阪市の件数とかそういったのを調べようと、じゃあ Google Chrome で 何を入れたらそこにたどり着くねっていうのがやはり3年生では難しい。大阪市消防を開けて火事開けて件数とかやれるかというとなかなか難しいので、ダイレクトに行けるというのはメリットであるなということと、先ほども授業で言いましたが、教科書というのはやっぱり発行された段階で印刷されたところが最新データになるので、現在により近いデータというのはインターネットでダイレクトで引っ張っていくというのはすごくメリットだなと感じました。ただその反面、3番リンキングする資料選定の難しさということで、読み取るの8歳、9歳の子たちで、世の中の、まあ、ブロガーを含めサイトを作っている人はそもそも小学生が読むためのことは想定をしておりませんので、大人が読む前提となると、先生この漢字なんて読むんですかとか、そういうことにもなってしまいます。まあ、幸いにも大阪市のサイトは振り仮名というボタンを全部振り仮名振ってくれますので助かったんですが、やはりこれは自治体の差っていうのもあるのではないかなと思いました。で、我々はまあ斜め読みという、大体見出し見てここに書いてるだろうなっていくんですが、小学生はそういうことできません。まだ。なので、上から全部読んでいきます。じゃあ、消防庁とか、公的な資料の PDF とか、例えば何百ページとかってどこにあるのか、洗っていくっていう作業がやっぱり難しいなっていうのが、感じておいたところです。なので、これ社会だけじゃなくて、国語的な力とか、資料を読むとなると算数の力。今回グラフやりましたけど、まだ5グラフは習ってないんです、3年生で。でもいろんなことの絡みがもう集結していかないといけないなというところは感じました。で、あとはですね、今回非常に子どもたち積極的にやりまして、僕は冒頭と最後以外ほぼ喋ってないんです、この授業で。子どもたちはかなり主体的に動いてました。で、今回の授業としては非常にいい形で終わったなと思いますが、書いてる通りですね、やっぱり教えなければいけない知識というのはやっぱりあるんですよね。教科書の知識、既存の知識とか、やっぱりそれっていうのを教えて、本当に理想は教えて子どもをマスターして、じゃあそれでこういうリンクを使っていろんなことを調べるというのが理想、まあ、理想というかいい形ではないかなというふうには感じました。で、一番最初の方に稲垣さんもおっしゃっていただきましたが、働き方改革ということで、教員は多忙さがですね、今かなりクローズアップされてて、まあ、働き方改革につながるのではないかということでご提案をいただいてやってみました。で、まあ、このリンク先をですね、こうやって入れることで、まあ、これを作るのには僕は時間がかかっているわけなんです。だけども他の先生がじゃあこれを使うとなれば、その作業時間というのは非常に短縮できるので、そこについては時間的な働き方改革にはつながると感じました。ただ最後に教材研究って書いてるんですけども、まあ、働き方改革運動っていうところでも教材研究をする時間すらないっていうのが多分現場の先生方の状況に多い大きな問題だと思うので、まあ、それを便利がゆえそれに甘んじてしまうと先生のレベルっていうのは、なぜこの資料がこんなところに前の先生入れてるのかということを考えなくなってしまったら、これは教師のレベルが下がるのではないかなと、やっていて思いました。はい、ちょっと過ぎてしまったんですけど、授業の内容についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。はい、中山先生ありがとうございました。本当に臨場感があるというか、今のね、模擬授業を見て、その上で、コメントいただいてますので分かりやすかったと思います。ありがとうございます。では続いてですね、ものすごくご協力をいただいた日本文教出版の上田良介さんにお願いしたいんですけども、ちょっとだけですね、あまり見せてはいけないものを少し見せます。と言っても皆さんからはほとんど見えません。これですね、実は私たちの大阪のそれぞれのページごとに、権利者が、著作権者が、どれだけいるかということが書かれているこのエクセルなんです。でこれは実は3月にですね、初めて日本文教出版を訪問させていただき、
そしてこのそれぞれのこの国土交付のページにどれだけの著作権者がいて、そのどの許諾をどれだけ取らなきゃいけないのかということをやった時のこれはグラフ、これで小学3年生の一冊分でこれだけのですね著作権者のリストがあるんです。上田さん本当にありがとうございます。なんとあの5月末までに作ってねみたいなことで言って5月末に提出していただいた時には本当に感動しましたけど、それでは上田さんにあの模擬授業をですねご覧になって、まあ、あの18、18にご参加いただいたんですけども、その感想をお願いしたいなと思っております。ではよろしくお願いいたします。日本文教出版編集部の上田と申します。よろしくお願いします。着席をさせていただきます。ただいまの著作権のリストが提示されたのですが、あの、まあ、協力をさせていただく具体的な内容というのは、まあ、こういうことになるんですけれども、あの、まあ、教科書を編集している立場から今の中山先生の授業をはじめにして、まあ、思ったことをあの簡単に述べさせていただきたいと思います。あの弊社は、文科学省の検定教科書の発行者でございまして、図工美術のほかに小中学校の社会科道徳科、また算数数学などの教科書を発行しております。私はあの入社以来ずっとあの社会科で育ってまいりまして、まあ、今は立場上の教科を見ておりますが、あの私社会科には特別な思い入れがございまして、あのそういう目からもあの、教育学の中山先生の授業を拝見させていただきました。教科書といいますのは、あのどういったらいいですかね、あの完成品をお届けするというような、まあ、感覚なんです、我々にとっては。まあ、完成品と申しましても、実際にあの、完成物にしていただくのは現場の先生方なんですけれども、あの組み立てに必要なキットや設計図をご提供して、それを先生に組み立てていただくと、完成品が出来上がる、まあ、そんな感じです。例えば小学校の社会科3年生ですと、あの学習指導要領によって年間70時間ということが割り当てられています。そうすると我々は70時間の1時間1時間について、この1時間ではこの資料とこの資料を使ってこの問題を立ててこの解決までいく、で次の1時間はといったふうな形で作っていくわけです。で、具体的には先生が、中山先生が指導案の作成、研究事業には指導案の作成が欠かせないというふうにおっしゃいましたが、あの指導案をまあ積極的に提供する、まあ、それが設計図になっているわけですが、1時間の中で、この資料を見せて、こういう疑問を誘発させてくださいと、でこの疑問が子どもから出てきたら、この疑問に基づいてこういう流れを作ってくださいねといったふうなことを、まあ、全て教科書会社の方が、まあ、提案させていただくという形になっています。ですから、教師用の指導書ですとか、それから私たちの大阪という副読本でしたら、まあ、指導デビューといったように、本冊とは別に別冊の形で、まあ、提供させていただく。で、まあ、どうしてこういうことになるかというと、まあ、教科書は、学習の際の主たる教材であるということが、まあ、文科省の方で定められているということもございますし、そういうふうな形で提供するということで、全国のどの地域であっても、あるいはちょっと先生方には失礼な言い方かもしれませんが、どんな先生が授業されても、そういうものがあれば、一定以上の教育的成果を上げることができるということを、まあ、保証していると。いうことになるわけですね。でこれがまさにその教科書を教えるというふうなことになってまして、あまりいい意味では使われない。で私どもにとりましても、そういうつもりで作ってはいるんですけれども、そういうふうに使われるということは必ずしも本意ではないということを、まあ、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。で特に社会科という教科は地域性に依存するところが大きくて、この場合の地域性というのはその、まあ、住んでいる地域です、まさに、あるいは、学校 の, その地域的環境であったり、伝統、あるいはそれに基づく校風、
それから、所属している学級、つまり子どもさんを取り巻くあらゆる環境というのを、まあ、地域化というふうに呼ぶと思うんですが、その中でやっぱり最も適切な教材が選ばれるべきではないかなというふうに私どもも考えています。そういう意味では、今、中村先生が私どもが提供した、私たちの大阪を参考にしていただきながら、一応その流れは認めていただきながら、ほとんど教科書の 教材は使わずに、ご自分で開発された、ご自分で設計された教材で1時間の授業を作りになったということについては、まあ、デジタル化ということも、まあ、もちろん大きいのですけれども、やっぱり社会科という教科 の特性をきちんと理解しておられて、その上でのご指導だったのかなということを、まあ、改めて思いました。ただ一つだけ懸念をやっぱり申し上げてこないといけないんですけれども、もう先生がご自身で、指摘しておられたんですけれども、デジタル教材、特にライブリンクで生の情報を教材化するということについては、やはりさまざまな問題があるかなと思います。まあ、一つは、ご指摘にもあったように、語句表現の難解さ、それから、まあ、必要な情報を見つけるということももちろんなんですが、大人用に書かれた情報がほとんどですので、その文言を理解するために必要な前提が省略されているというような場合もありますし、あるいは情報量が多すぎるといったふうなこともある。ですからそれはなかなかそのままの形では使えないということがあると思います。また細かく考えていくと、1時間の授業であっても子どもさんたちはやっぱりその1時間の中で成長していくというか、発達していくというか、例えば授業の最初では、例えば今授業の中で例もあったように、消防士さんたちは何を食べていますかみたいな非常に素朴な問いから出発して、そこからだんだんと深い問いに成長していく。でその問いを それぞれの段階で適切な問いを誘発するための資料というのはどういうものにしたらよいか、これは全てを外部リンクに依存するわけではないとはいえ、直接に、外部の情報に依存するということについては、まあ、かなりの困難がつきまとうかなという思いがいたしました。ただやっぱり私もから言いますと、教科書会社もデジタル化の波にさらされておりまして、今後ますますデジタル化が進展する、教科書そのものが紙ではなくてデジタルになるということも相当遠い将来のことではないかなというふうに思っておりますので、デジタル化された教材研究については大変興味を持って拝見しているんですが、こういうふうな事業がこれから広まっていくと、社会面についても新しい事業スタイルというのが見えてくるかもしれないなと思ったり、あるいは実際にその生の教材を中山先生の方の実践が積み重なることによって、選択する技術であったり、あるいは加工する技術であったり、そういうことがこれから積み上がっていくのではないかなというふうに思いました。そういうことを期待しながら、今後とも協力できる範囲で、お力などをしていきたいなというふうに思っています。私は以上です。ありがとうございました。非常に示唆深いですね、示唆に富むといいますか、その興味深い、お話でした。まずやはりその教科書の成り立ちですよね。それからそういったものの、これまでの使われ方と、それからこれからのデジタル化をめぐっての、論点というのがかなり今のお話の中でもすでに出ているなというふうに思いました。あとのフリートークのところで、ディスカッションのところでどんどん取り上げていきたいと思います。引き続きですね、先ほどお話いただいたんですけど、稲垣稔さんからその絵の具を提供している側からですね、今の見ていただいた模擬授業ですね、これについて、ご感想いただければと思います。よろしくお願いします。はい、改
てます PICI という名前です。中野先生、すごい素敵な授業どうもありがとうございました。私もですね、実際に当日の授業を拝見させていただきました。まずその先生の素晴らしさ、それから子どもたちのその習熟度の素晴らしさというところにはひどく驚きました。時間をかければかけるだけ子どもたちが成長していくということを改めて感じました。でその中で地域を学ぶ大切さ、そしてその地域について探究的に物事を調べていく大切さということを一緒に感じることができました。例えばその消防ということを一つとっても、もう少し深掘りをしていくと、例えばその火事の過程であったり理由であったり消防署の活躍の仕方、さまざまなテーマに広がっていきます。そして、中山先生に上手に選んでいただいた結果、その、探究的な学びをこの社会学部のダイレクト2ですね、そのページからダイレクトにこう遷移することができることによって、短い授業の中でも先生が苦労されましたけど、実現ができたという点は非常に良かったのかなというふうに開発者からは思いました。ただ一点、その選定に少し子どものサイトが少ないだとかということについては、もしかしたらその先生だけの問題ではなく、自治体であるとか、他の組織と連携していくことによって今後解決していくといいなというふうに私自身はちょっと感じました。以上です。はい、ありがとうございました。それではここからですね、稲垣さんが今のところで言いたいのをそのまま続けてもらってもいいですけども、フリーディスカッションの方に入っていきたいと思います。それでは皆様方、ここからは自由ということなんですけども、ちょっと最初に井上校長からちょっと唇を切っていただきたいなと思ってるんですけども、先ほど来出ている、教材のですね、研究とか、そういったものに関して、ちょっと校長の立場からですね、この模擬授業についてちょっとご意見いただければと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、失礼します。校長、井上でございます。よろしくお願いいたします。この授業の位置づけは、先ほど中山先生からもありましたけれども、最終的に見学学習に行くための質問をみんなで考えようと、それをまとめようという位置づけなんですね。ですからこれが着地点の、授業ではない、鍛錬の捉え方ではないというのがまず大前提にあると。で社会科における特に中学年の学びで大切なことは、五感を使って学ぶ、実物を見る。例えば工場見学に行った時も、そこで働く人の汗の様子、また工場に漂う油の匂い、そういうものを感じて初めて社会科の学習の実りがあるわけですね。で社会科だけがと言っていいと思いますけども、人の営みを学ぶ教科であると、そう考えた時にはできるだけ本当に地域学習という学びの枠の中で実際に足を運ぶ、逆に言うと運べる距離にあるものばかりを学ぶわけですから、本質的な部分で学びを深めてほしいというふうに思っています。ただ今回のように、事前学習の段階でこういったインターネットを使った、勉強していくと、材料を集めていく道具として使うというのは一つのあり方かなというふうに思います。学習指導要領の社会科の目標の、第一項のまとめの言葉がこうあるんですね。様々な資料の調査活動を通して情報を適切に調べまとめる技能を身につけるようにするという言葉があります。そう考えたときに、今までは図書館の本を使って、また自分の持っている何か本を使いながら調べた、教科書を見直した、またお父さんから話を聞いた、お母さんから話を聞いたということで調べるということを過ごしていた子どもたちが、新しいこういったツールを用いて調べる幅を広げたというのはすごいことになっていると、次の時代に入ったなという印象をすごく持っています。ですから、行った先の何回さや
またそこにあるネット上の課題というのはいろいろ出てくるとは思うんですけれども、これからの子どもたちが持たなくてはいけない技能の一つというふうに捉えております。はい。はい、わかりました。あの本当に ICT スキルっていうのが一つの、まあ、世界的な流れでもありますし、そういった意味で大手文化系小学校としても、従来から考えておられたことだと思います。神田先生、この辺りどうですか？あのお手本として特にこういうことを気をつけてたとか、積極的にやってたということがあれば。失礼いたします。神田でございます。私は、小学校で ICT の担当をしております。1年生から6年生までプログラミングの、授業であったり、あとは4年生以上で、ロボットのプログラムがあるんですけれども、それの方も、しております。で、その ICT を担当する、立場でですね、考えていることがありまして、1年生から4年生まで本校では情報の授業というのが週1時間ございます。小学生にこういった、機会を持たせるというようなことで、一番大事なことは、間違った使い方をさせないというようなところが本当の一番の基本になってきます。そして、井上校長から私にいただいた、課題というのが、読み書きそろばん書ける ICT というテーマをいただきました。基本先ほど校長が五感で学ぶんだと、小学生ってすごくそういうのってすごく大事だと思うんですけれども、それに ICT を活用することでその学びにブーストをかけれたらっていうことだというふうに、捉えましてですね、本校の ICT 活用ってじゃあどういうふうにしていこうかといったことで進めています。なので1年生からは、まずは電源の入れ方、切り方、あとは、基本的な使い方プラスエラー対応も1年生の時から教えています。ただ、これってレベルで言えば、まあ、レベル0のところなんですけど、実はどんなに進んでも終わらない学びでもあるんです。先ほどの中野先生の授業の動画で先生全部消えちゃいました声がちらっと入ったと思うんですけど、それの対応も授業を進めながら担任がやっていかないといけないというようなこともありまして、なかなか大変なところではあります。あと大人は結構その子どものデジタル技術っていうのをちょっと過信しているところがあって、デジタルネイティブだから触れるんです。確かにスッスッスッと違和感なく触ってはいくんですけど、やっぱりでも学びにはちゃんとデジタルの中にも発達段階があって、それを間違ってやると、とんでもない方向に行きますし、そういったところをきちっと道筋を間違わずに教えていくというようなところがとても大切だというようなことで進めています。なので先ほど1年生で機械の扱い方という話をしましたけれども、2年生ではちょっと3年生でローマ字をという話が先ほど出てきましたけれども、2年生からそのローマ字を使ってタイピングの練習を始めています。最終タッチタイピングができるというようなところを目標に、そして3年生ではですね、ワードやエクセルを使って文章を作っていく、その資料を作っていくというところから進んでいきまして、最終4年生ではパワーポイントで、作文を書いて、その作文を発表するのに使う資料を自分たちで作って、それをみんなの前で発表するというようなところを4年生までの情報の最終的なコース、その間に、情報の、調べ方、あとはそういった部分でネットのリテラシーといったところも一緒に学んでいるので、今回なので中山先生がされたことは本来であれば4年生の終わりのところでやるような内容なので、ちょっとそういったところを3年生でやるっていうようなところがあったので、ちょっとその無理が出てきてちょっと大変な思いをされたなというところはあるんですけれども、ちょっとそういったところでしっかりとこれからの時代
その ICT っていうものはもちろん活用はしていく必要はあるし、それが子どもたちの必須の技術としてあるし、だからこそ本校では、iPad ではなくて Surface を導入しました。タブレットいじれるだけでは小学校大人になってから役に立たないんですね。きちっとパソコンとして触れるっていうことがとっても大切で、なのでこの6年間だけじゃなくて将来に向けて大切な技術っていうものを身につけていきましょうというようなところでやっています。なのでその中でその難しいところがある中で、今その教える目の前にいる子どもたちの、現状、今のその子どもたちのスキル、本来の例えば3年生の大阪っていうことを丸ごとで考えるのであれば、それぞれの年齢の児童の状況現状っていうものを考えた上で教材を構築していく、でテキストやそのシステムっていうものを作っていく。じゃあ例えばじゃあ3年生の例えばこういうシステムを使うのであれば、閲覧っていうものをメインにしていくっていうふうなことがどうしても必要になっているだろうし、4年生以上になってくるとじゃあ自分たちで追加で資料っていうものを集めていって、さらに5年生ぐらいになってきたらそれを使って自分たちでまとめてっていうふうな形で進めていけるような教材っていうものを提供していけるっていうようなことが必要になってくるのかなというふうに考えています。はい、お答えできますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。今の中でそのなんて言うんでしょう、児童の観点といいますかね、児童の側というか、児童にとって、サーフェスが楽しいとかそういう意味で言うと、まあ、ちゃんとした知識を伝達されるということだけじゃなくて、こうグループで、取り組んだり、それからそういったリンクに、まあ、飛んでいったりとかいうようなこと自体は楽しんでるように見えたんですけど、それ自体はやっぱり楽しい体感的なもの考えてよろしい。騒ぎ始めはどうし、やっぱりそのドキドキしてますから楽しいという、それはもう初めの頃なんですよね。パワーポイントなんかでも触り始めはすごく内容よりもその例えば動きアニメーションをつけるのに凝ったりとか、はい、うん、でそこはまだ結局その興味入り口っていう部分で興味を持ってもらうというのはいいんですけれども、そこから先をどういうふうに進めるか、もう言ったら手足のごとくつからって、じゃあ自分の思っていることをきちんとまとめるっていうふうなところまで行かせておくっていうところですね。そうですね、はい、分かりました。やはりそのハード面というか、まあ、どういう、まあ、ものを使うかによって当然変わってくると思うんですけども、ちょうどですね、新型コロナウイルスの感染症が拡大した中で、ギガスクール構想が随分進展したといいますか、これまでかなり政府と文科省としては、小中高での ICT 活用を推進するという立場ではあって、またその、2010年あたりでもう少し前からですね、2008年や9年の時も知的財産戦略 計画の中ではちゃんと一人一台の、デバイスを持ちということが書かれています。さらに電子書籍が、まあ、8割ぐらいが電子書籍になっているとまで書かれていた時代が、もうあれから随分10年以上経って、ちょうど2020年あたりでその緊急事態宣言の発出とかあり、かなり急にですね、今までちょっと様子を見てたところも、一人一台っていうタブレットを導入したり、まあ、対応が多かったと思うんですけども、その関係といいますか、今の環境ですね、かなり大阪市内でも小学生がタブレットを持つという状況になったわけですけど、それと、まあ、大手門の2019年からのサーフェスの持ち方って、やっぱり違いっていうのも、まあ、お三方今日来ていただいて、どなたからでもどんなふうに感じておられるのか、ちょっと、まあ、例えばうちは先行的にやってるけども、やっぱり全体的に大阪市全体がこういう形でやろうとするのは、ちょっとまだまだ難しいんじゃないかとかですね。いやいや、そんなことね。こういう流れっていうのは進めていけるだろうとか、そのあたりの感触はどんな感じですか。ギガスクール構想で、まあ、全校にタブレットが配られたという状況で、どこまでの子どもたちの技術がついていっているのかっていうのは非常に大きな問題だと思います。
幸いなことに本校は平成9年から先ほどありましたけれども情報の授業というものがあってそして、2019年でしたっけ、全員に配ることに次の段階として入っていったということでその情報の授業がもしなかったとしたらと考えますと、大阪市で起こったような問題が本校でも起こったのではないのかなというのがもう十分考えられたことだと思います、まあ、やはりその情報の授業というのは大きいですよね、まあ、タブレットを持ってもそれから何ができるかということでいうと教材の作り方とかですねそういったものも千差万別になってくるかと思うんですけども、従来の社会科という観点でいうとどういう形で ICT 活用というのが考えられたんでしょう。例えば2019年の時に国語の授業で電子書籍をまあ、ライブラリーという電子図書館サービスを使って授業の中でこういう形をしたという発表がありました。ちょうど図書館総合展で、パシフィック横浜でですねそういう発表を国語とかの片岡文也先生がされたんですけども社会科としてはそういう ICT 活用の何か授業っていうのは従来から何か取り組んでいたんでしょうか。ですね、まあ、本校ではその調べ学習っていうようなところで、あったり、さまざまなところでその ICT 活用っていうのを進めていたんですけれども、コロナが大流行しまして、子どもたちが学校に来れないというような時にですね全てをやっぱりデジタルでというかその ICT 活用した授業っていうことを進めていく必要が出てきます。これは本校だけではなくて全ての学校がそうだったと思うんですけどもその時にですね、やっぱり分かったのは ICT に向く教材と向かない教材やっぱりどうしても出てくるなというふうなところがあってで、パッと一見向いてそうだけど向いてない教材というのもあるんですね。例えば3年生の学校の周りを調べようっていうようなところなんていうのは実は向いてそうで向いてないところではあるんです。実際教員が学校の周りを映像を撮ってでそれを気づいたことをまとめようっていうふうなことで、言った時にですね本来ではその画面の枠外っていうものに子どもたちがあれこれと興味を持って、広げていくっていうようなところに行かないといけないんだけれども実際のところはその画面しか見れないので教員の目以上のものはやっぱり出てこないっていうふうになってしまいます。ただやっぱりデジタルって大事だっていうところは先ほど校長がありましたけどもその工場に行って見学するっていうので実際行って学ぶことってすごくすごく大切なんです。私も実際行って見させたいんですけど、ただ食品工場なんていうのは結構本当に見たい場面結構遠くて見れないというようなところがあるので、そういった部分に関してはそういう ICT ツールっていうものを活用して見るっていう方がより深く学べるというようなところがあって、そういったところで、使い分けて、進めているというのが現状です。あとは歴史なんかは結構調べてやるといろいろ出てくるんですけど正しいのか間違ってるのかというのがなかなか判断大人でもしづらいというところがあるのでちょっとそういったところは、これからもちょっと検討の余地はあるなというところではあります。はい、はい、ありがとうございます。まあハード面とソフト面と両方その PC スキルとそれから例えば、YouTube が見られないとかこれは人為的だというか、いわゆるそういうものを規制するという側面があると思うんですね。これは何でしょう、Yahoo Kids とか NHK for School とかそういうタイプのものに限定するとか、割とそのフィルターをかけるといいますか、そういったことと、それからやっぱり子どもたちが自由にいろいろ見ていくということは、当然こう段階的にこう分けて考えておられるわけですよね。でこれは TRC アルバムさんにお聞きしたいんですけど、そちらの方の、動画ですね、例えば動画でもそれを選択する、そこら辺の基準みたいなものが、なんか一般的に
持っておられるんですか、それともそれはもう完全に教員の方にただ委ねているだけで、教師役として何か改善するような、まあ、例えばガイドラインを持っているとか、そういったものはないんでしょうか。先生が引勤をする意味では、弊社の方はそこは先生の方が上位ですので、そこに改善することはございません。なるほど。動画といってもなかなかね、さまざまなものがあって、子どもたちはほっとくと多分 YouTube とかその、かなり、まあ、今日でしたら TikTok とか いろいろ面白い画像自体があるわけですけども、その中でやっぱり選んでいく、その教師の側 の教え方っていうのはすごく重要になってくるような気がするんですけど。おっしゃる通り、例えばその YouTube 一つ取っても、自治体によってはそもそもその YouTube がリンク、先としてこう接続できないようにフィルタリングがかかっているだとか、それから地域のその情報について皆さん多分身近な地域もう一度調べていただくと、実は正確な情報が見つからなかったりとか、そもそもインターネットに公開されていない、さっき言った社会の授業の入り口としてまず身近な地域からこう学ぶということが非常に重要なのですが、実は調べてみるとそもそもその普通の民間サイトには地域情報がないなんてことも存在します。でそういう中でですね、例えばジャパンサーチであるとか、これから構築をしようとしている各自治体の図書館の中に地域情報が収集され、そしてそれが公開される時代になってきていると、この学校の授業にダイレクトに活用できるような事例もしくはデータというのがどんどん蓄積されていくのかなということにすごい期待しております。はい、ありがとうございます。日本文教出版の上田さん、教科書会社としてもさまざまなそういった例えばこの教材の中にですね、大阪市だったら大阪市の美術館や博物館やさまざまな公共施設だったり、そういったものから写真をいただいたりですね、そういったものを使っているわけだし、それから教師用の指導書として、実際にデジタル教科書化されているものがあって、そこは実際に そういった映像とかをこうその授業内で見るようなイメージといいますか、作っておられると思うんですけど、これはどういう感じでこう進めて今おられるのか、ちょっと現況をお聞かせいただきたいなと思っています。教科書会社としてはそこはなかなか難しいところでして、最初に申しましたように、1時間1時間の授業が完結するように、必要な教材を提供するというのが基本的な立場なので、どんどんそのデジタル教材を突っ込めばいいというふうにはちょっと考えにくいんですよね。で、提供する以上この教材を使ったらこういうふうな指導案になりますよとか、そういうところまで、サポートさせていただかないと、提供できない。ですから、理想を言えば、そういう日本文教出版で一つのその教材のこうデータベースのようなものを構築して、でそれをその先生方に自由にこう取捨選択していただいて授業を作っていただくというふうな形ができれば良いんですけれども、そういう活動が企業にとってどうかというようなものもございますので、なかなか実現は難しいかなと思っています。いくらでも提供できるんだけれども、やはりそういうちょっと抑止力というか、そのあたりが働くという側面もあるかなと思います。近々といいますか、2024年からのデジタル教科書のこれからの展開と、それからこれまでの歩みがちょっと違うということが何か今具体的にありますか。2024年とそれから2024年の教科書は2020年からの教科書が元になった学習指導要領のもとで作られた教科書ですので、本質的な部分は変わらないんです。ただギガスクール構想が実際にもう具体化して、全国の児童生徒が一人一台端末の環境になったということを踏まえての教科書であるという意味では、令和6年版、7年版の中学校は一つの画期ではないかなというふうに思います。次の教科書のことはなかなか申し上げることができないのであれなんですが、おそらくどの発行者もかなりデジタル教材を提供する
というふうな形を構築していくのではないかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。中山先生、今ちょっとここに映しているやつがですね、まさにその日本文教出版さんが作られた指導書の部分なので、あの下にいろいろマークがありますけれども、これは実際に電子黒板で投影して使っているんですよね。はい、失礼します。前にあるやつがですね、あの日本文教出版様から、まあ、その教科書をいただいて、指導書、その授業の流れ、黒板のことまで書いていただいているものがあって、さらに、学びうまっていう教師側の電子教科書が、提供していただいています。で、これを見ると、まあ、ここに今開けないんですけれども、どうあの中にはですね、まあ、同じような教科書の画面があり、例えばグラフなんかでもここタッチできるよっていう目印があって、そこをタッチするとグラフが順番に出せたり、一気に表示できたり、消防士さんが働くっていうページだったら、消防士さんが働いてる姿の静止画が当然教科書に入ってるわけなんですが、これをやるとポチッと押すとその動画が表示をされるというような便利なツールがあって、で我々は授業するときは子供用にではないので、前に黒板の横にビッグパッドというのがあって、それを投影してみんなで見るという形で運用しています。はい、だから、1人1台のデバイスを持って、そしてそこにデジタル教科書が1人、1冊あった感じで、みんな手元で見ているというような環境に今後なっていくとすると、その授業のスタイルも大きく変わるというふうに予想されるんですけども、そこはどうでしょうか。そうですね、まあ、ただですね、そういうふうに想像ができるんですが、ちょうどさっきの授業の映像でもですね、子どもたちが触りたいわけなんですよね、パソコンを。なので途中で、うわーとか言ってたシーンがあったんですけど、あれは僕のマスターの方で全員の操作を一斉に止めるという操作ができるわけなんですね。なのでやっぱりこうっていうのと、前で授業してる立場だと、皆様には iPad とか持たれてますけど、正直何やってるかっていうのをリアルタイムで把握ができないっていうこともあるので、まあ、やはり一長一短あるのかなとは感じてますね。あ、将来あるのではないかなと思ってます。そこがその例えば日本文教出版さんとこう教育の、まあ、現場のところとの、どういうんでしょう、そういうことを話し合うような場というのか、そういうものがあるんでしょうか。いや、そういう場というのはなかなか持ちにくいですね。むしろ我々が研究事業各地で開催されているので、コロナ禍が明けてようやく今年度から具体的に事業なども拝見できるようになったので、ICT に熱心に取り組んでおられる事業を拝見して、その程度までなら教材の提供が可能か、どういうふうな指導法が一般化しているかみたいなところを掴んで、それに適合するような素材を提供するというふうなことになりますかね。やはり、そういうやっぱり事業研究みたいな形で、あちこちこれから、コロナ明けで、また積極的に始まっていくでしょうから、その時には前とはだいぶ量的に違うというか、さまざまなところでもデバイスがあるという状況ですから、やっぱり質的に変わるような気がいたしますね。稲垣さんは全国のというか、例えば公共図書館と学校図書館を結びつけたりとか、デジタルアーカイブを構築しながらですね、今までと違う学びみたいなものを作っていることに、社としてやっておられると思うんですけども、何かこう全国的な傾向として見えることってありますか。そうですね、このエドコムという仕掛けは北海道の北広島市の方で最初に構築をさせていただきました。で、最初先生がリンクするのは大変だとかっていうところからやっぱりスタートしたんですが、結果としてやはりその例えば北広島では水源は隣の恵庭から使っていて、そういった恵庭の情報がその本に記載されていない。なのでそういったところは、補って、インターネットを使っていると。でここが多分一番違いは、自治体がこの社会科副読本を作っていますので、なかなかそのここまで完成度の高い教科書というのは実はできない側面もございまして、そういった時にやはり
社会科学読本にさまざまな情報をリンクして活用していくということの有効性の高さというのはすごく感じました。でさらに言うと、一段落として使っていくと、やっぱりさっきの地域情報は少ないねという話に戻っていきまして、実は、今年度北広島市の方では図書館がその学校の社会学教育の本を、支えるというか、そこの素材的な、デジタル化の構築をしていくというような動きもしておりますし、大阪の府内で言いますと泉大津市の図書館様の方が今年度デジタルアーカイブの計画を立てていて、でそこの中ではやはり身近な地域情報を、できるだけきちんとアーカイブして未来に残していこうなんて動きもされていますので、こんなところは学校教育の非常にこう役に立つサイトが出来上がっているのかなというふうに感じております。はい、ありがとうございます。文部科学省の方もですね、これまでの学校教育とそういう社会教育を、まあ、分断されたような教育じゃなくて、今一つの室ができたりとかしてますし、特にその泉大津市のような公共図書館でもですね、その地域 その教育とか、それから特にその博物館とかですね、ああいった、連携をしていこうという積極的なところがちゃんと出てきてますよね。ということはやはりこのジャパンサーチに代表されるように、これまで学習といえば本というイメージがあったのが、もう少し、まあ、例えば古地図であるとか浮世絵であるとか、さまざまなその例えば大阪府だったら大阪府市とかですね、大阪市市とか、そういった歴史書とのリンクとか、そういう、こう活用の仕方が変わってくるような気がいたしますね。おっしゃる通り、その図書っていうのは非常に調べるツールとしてこう優秀なツールであると思っています。ただ年々その出版自体が 95% ずつ、ね、年々少し減っていく中で、図書だけに頼ったサービスというのはもしかしたらこれからの地域情報であったり自分たちが調べる能力を補完するのには少し足りない要素も出てくるのかな。ここをデジタルが補完をしていくと、よりその調べたいという住民の要求に対して答えることができる、そして図書館が存在できるのかなというふうに感じております。はい、ありがとうございました。大手校学院小学校として図書館を通した何かこの授業の組み立てといいますかね、まあ、実際高校科の授業で電子図書を使ってとかいうのがあったりっていうのは、この前も発表していただきましたけども、なんか小学校全体として電子図書をこういうふうに使いたいとか、まあ、あるいは独自資料ですその授業 その成果をまた発信していくとか、なんかこういったご予定というのは どんな感じですか。子どもたちの作文とか、それ以外の作品集で「みんなのお手本」という本があるんですけども、うん、それをそのデジタル化してアーカイブ化していこうという計画はあります。でいつでも自分の作品を見に行ける、で過去のものも振り返られるというような考えで今は研究中です。はい、ありがとうございます。ちょっとね、今回の模擬授業の時にできれば中山先生にその生徒たちが、まあ、児童たちがその発表するその発表の成果みたいなものをちょっと本当 のリーフレットやパンフレットぐらい のサイズになっても、何か一冊まとめてそれを、ライブラリーで公開することができませんかねって言ったら、とてもとてもそこまではという時間的にはもちろん全然その時間内にはもう無理ですけどね。ですけども、まあ、次第にワードも習熟していき、まあ、作ったものが出てくればそういうことも面白いかなというふうに思ったんですけども、やっぱり まだまだそこはちょっと5年生6年生ぐらいでないとちょっと厳しいと思うんですよね。授業生活をまあそのなんだかのことですよ、すぐに出しちゃうというようなことは。そうですね、もう今回は岩瀬先生の話をいただいて、単純にですね、まあ、それを例えばワンクリックでアップロードできるとかなっても、そこをまずベースゼロから教えないといけない、そういうことがなかなか難しいなと思ったんですが、まあ、やはり子どもたちそのノートから PC パソコンを使って授業をするときに、まあ、ちょっと今までと違うなと思うのは、ノートっていうのは基本的に書いたらその場に残っていく、ですがデータ上にすると
じゃあそれを出力してないとどこまで振り返るのかなっていうところがやっぱりあったので、もしそういった集約できるような先があって、まあ、まとめられたものが見れるとなれば、まあ、その非常にいいのではないかなとは感じました。はい、はい、ありがとうございます。まあ、あの今後の課題としてちょっとその辺にね、相談していきたいなというふうに思います。それではあの時間となりましたので、ちょっと登壇者の方々に、一言ずつですね、ちょっとまとめの言葉をおっしゃっていただきながら、終わりにしていきたいと思います。それではすいません、野垣さんの方から順番でよろしいでしょうか。はい、まずは本当に素敵な授業を実践していただきました、沖縄学院の小学校、すごい素晴らしい授業だったと思います。本当にありがとうございました。最後に今まで校長先生がおっしゃっていた、その生徒がまとめたものをアーカイブしていくなんてことも、非常に素敵な試みかなということで、従来はその過去のものを収集するということに特化してきましたが、これから作ったものも日々こうアーカイブしていくということの試みも非常に可能性があるかなというふうに感じました。私から以上です。はい、ありがとうございます。上田亮介さん、お願いします。はい、弊社は紙の教科書以外にデジタル教科書というカテゴリーで、3種類のデジタル教科書を発行しています。しかしながら、いずれもそのやっぱり、指導者が、コントロールしながら学習を進めていくという発想のもとで作っておりますので、なかなかその子どもたちに自由に調べさせてというふうなところまで、まだ研究が進んでいないということを申し上げざるを得ません。ですから本日のような本日紹介されたような事業をこれからも拝見しつつ、その研究成果を学びながら教材開発に努めていければなというふうに考えております。本日はお金ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは中村先生、お願いします。はい、本日はありがとうございました。僕は本当に現場にいる人間で、どんどんデジタル化の波が何もガーッてかぶってきてるんですけれども本当にいろんなことを試しながら子どもたちにとっていいものを提供していく立場なので、いろいろと挑戦をしていきたいなと思ってます。でこれで僕が例えば1回やって失敗したってなったら、僕にとっては経験になるんですけど、子どもたちにとってはその授業って1時間なわけなので、本当にいろいろなことを試しながらも日々の子どもたちの成長っていうのにしっかりと携わって、今後も学習、子どもたちと一緒に勤めながら、彼らの将来にわたっていい影響とか要素を与えていけたらいいなと思って今後も頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。はい、さすがですね。ありがとうございます。神田先生、お願いいたします。本日はどうもありがとうございました。私は ICT 担当をしているので、子どもたちにより良い学びの環境っていうものを作っていくというようなところがとても大切だというふうに感じています。ですから、機械だけではなくて、ネットワークの容量であったり、そういったところも悩ましい、ところでもある。これはもう、本校のことだけではなくて、日本全国世界中で同じようなことが、起こっていると思うんですけれども、そういったことなんかも、いろんなことを加味しつつ、ただやっぱり今できることを最大限にやってですね、子どもたちの未来のため、将来のために、しっかりとした、環境を整えていい教材を作っていけたらなというふうに考えています。本日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。井上校長、最後よろしくお願いします。はい、今回にこういう機会をいただいて、教科書というものをしっかりと見直すというか考え直す機会になりました。で教科書っていうのは本当に選び抜かれた練り上げられた資料や文章やレイアウトがあって素晴らしいものですね。で先ほど、上田様から、教科書を教えるという言葉がありました。で確かにそうしたいんですが、教師の差がありまして自分の授業を作りたい、でそのためにはもう一つ資料が欲しい、もう少し広げたい、深めたいというものになっていきます。だから教師って面白いんですけども、そのことを実現するためにはこのエノコンのシステムっていうのはすごく役立つのではないかと、上手に
言いましたでしょ。いい宣伝になったと思いますが、そのために本当に必要なツールになってくるのかなと。そのことによって教師の満足度というのは上がってくるように思います。ただ働き方改革にはつながりませんという結果かなというふうに思っております。以上でございます。はい、ありがとうございました。ちょっと最後痛いところ使いましたけど、つまり働き方改革にもつなげていきたいなというふうに私自身は思ってるんですけども、なかなか、そう甘くはないという感じですね。はい、時間となりました。もうすでに、約5分、過ぎてしまいました。ちょっと司会不慣れで申し訳ございませんが、今後ともこの領域のことについてですね、またいろいろ意見交換を皆さんとさせていただければと思っております。なんといってもですね、このことは児童のためにというのが一番大きな目標ですので、児童の質的な向上につながれば何でもやるぞというふうに考えておりますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。それではこのフォーラムはこれにて終了させていただきます。皆さん本当にお忙しい中、今日はお越しいただきありがとうございました。失礼いたします。